はい、どうも、メンヘラおじさんです。まあ、ツイッターでも知ってるかもしれないですけど、私今日誕生日ですというところなんですけども、まあ、いろいろ言うたら、脅されてる関係でですね、もう、YouTube の方は、ちょっとしばらく上げるのは控えようかなというふうには思ってます。で、まあ、ツイートにもしたんですけれども、まあ、なんて言うんですかね、自分の中では、まあ、まずは死なないっていうことが、まあ、第一目標でございます。今ちょっとメンタル的にですね、だいぶやられてるので、そっちのところを、まあ、大事にしたいなと思ってます。で、まあ、あとは、借金減らしましょうというところであったり、まあ、株で損を減らすと。で、今、リミックスポイント、決算良かったんですけど、私、決算またぎを辞めたので、ほんまやったら10万ぐらい稼げるはずだったんですけど、まあ、それを取りこぼしてると。で、しかも損を被ってるというところなので、まあ、それはまあ、ぼちぼち、取り返していけたらなと思ってます。で、あとまあ、仮想通貨も爆上がりしてるんで、多分、マネックスの信用分が、徐々に上がってくるだろうなと。いうところがあるので、まあそのあたりから、言うたらまあ、現金作ってですね、まあ言うたら、何かしらにチャレンジするための、まあ言うたら玉、ですよね、現生の玉をですね、ちょっとずつ作っていけたらなと思ってます。で、あと、宅建の勉強をちょっと今開始しようかなと思ってます。で、まあ、12月ぐらいから一応、まあ、大手の予備校でも募集してる、みたいなんで、それを、およだ最終割引みたいな形でですね、受けようかなと思ってますが、今、手元に宅建士の、資料とか結構あるのでですね、まずそれを潰しながらやっていこうかなと思ってます。まあ、1年超あればですね、多分、受かるんじゃないかなとは思ってますが、いかんせんちょっとなかなか読み進められてないなと思うんです。あんま勉強しなかったんで。あと、まあ、モチベーションが上がらないというところだったんですけども、重説ですね、重事項説明で、ワンポイント投入でもですね、5000円報酬いただけるっていうことを知って、あ、これから副業時代になったら、なんか腰掛けも考えてたけども、そのピンポイントで、言うたら、そういう形でお金もらえるんやったら、宅建取っといた方がいいなと思って、今、ちょっと火がついたところなんですけれども、まだ、まあ、燃え切ってないというか、実行には移せてないかなというところです。何十ページか読んだぐらいです、というところですね。で、まあ、地区フルの戸建て、投資の準備ということで、まあ、これは宅建とも関連するんですけども、もともと投資の方をしたいと思ってて、今、宅建の勉強してるという感じなんで、順番逆なんですけども、まあ、1000万以下のですね、まあ、戸建てとか、テラスハウスを、まあ、言うたら、足掛かりにして、コツコツ、やっていければ、まあ、融資、当然引かないといけないんで、一棟物を買おうと思っても、多分融資がね、つかないんですよね。なので、まあ、実績作りながらですね、コツコツ、その、まあ、勉強しながら、やっていくのも一つかなと思ってます。まあ、そのためには株である程度種作らんといかんのですけども、とか、債務整理の借金減らさないといけないんですけども、っていう課題はあるんですけども、銀行の融資引きがそもそもできるかどうかっていうのは、まず不動産機関がわからんので、まあそういうことをやっていこうと思ってます。で、仕事を辞めないっていうことですね。まあ自殺しないともちょっと繋がるんですけども、まあこう YouTube でガチャガチャやることによって、やっぱ会社に迷惑かけて会社からクビになるとか、ああいう話になるかもしれないんで、で、そうならないようにですね、今、全部動画投稿を見えたら、非表示にしてやってるので、まあ、そこは気をつけたいなと思ってますし、まあ、なんとか、まあ、うつもちょっとひどくなってきてるんで、そこのところもちょっと気をつけながらですね、やっていければなと思ってます。で、まあ、それに関連して自殺しないということで、まあ、死んでもね、なかなか、難しい。まあ、死ぬのも怖いですしね。私も何回も死のうと思ったんですけど、何十回何万回も死のうと思ったんですけど、やっぱり、まあ、家族が悲しむんじゃないかっていうところもありますし、自分自身自殺するっていう、その時の痛みとか、そういうのがやっぱ怖いとかっていうのがあったりとかですね、なかなかまあ死にきれなかったんで、まあ、自殺しないように、まあ、誕生日に言うのもなんなんですけども、なんとか生き残りたいなと思ってます。で、鬱になっても自身を許してあげるということで、まあ今ももう鬱がちょっとひどくなってきてるんで、さっきまで寝込んでたんですけども、
まあそれも仕方ないなというところで許してあげるっていうのが大事かなと思ってます。まあそんなもんだよねと、まあ会社に行けたり行けなかったりするけども、まあそんなもんだよねというところで、まあなんとか死ななければいいというところでやっていければなと思ってます。まあとりあえず1年間生き抜きたいと、まあそういう旨を言うたらツイッターの方に書きましたと。でまあまあざっくり、そんな感じでございます。まあ大して、喜ぶような年齢でもないですし、うん、まあ今ね大雨だっていうことで、まあ視聴されてる皆さんも現場結構大変かもしれませんけども、うちも家の近所の電車止まってるんで氾濫、するかもしれないんですけども、まあなんとか食いつなげるようにですね、食いつなげるというか、まあなんとか収まってくれればなというふうには思ってますという感じでございますね。で、まあ、今、動画全部非公開にしてるんですけど、なんか、この動画だけ見せてくださいとかっていう形でね、コメントいただいたりもしてるんですけども、正味ちょっと、会社に行かないと、本当にクレームが入ってて、なんかそう、対応してくれみたいな感じになってしまってたら、もうちょっと取り返しつかないんで、今全部非公開にしてるというのと、なんだろうな、まあ、私に対するこう風評被害とか一応情報提供いただいといて、言うたら、まあ、全部動画消すみたいな形になった口でですね、これだけ上げてくださいって言われても、ちょっと、なんていうんですかね、まあ、私も生活かかってますし、で人生かかってるんで、まあ、こうやって、いろいろ言われることによって、うつ状態悪くなったりするんで、まあ、そういう中でですね、ちょっと引っかき回さないでいただければなと思ってます。別に、弱小アカウントなんで、私になんかこう、人生めちゃくちゃにしてやろうみたいな形でやってる方もいるんだと思うんですけど、私別に、まあ、なんていうんですかね、そんな批評されるほどのネタを出してるわけでもないですし、今、特に、まあ、キャバクラ風俗ネタとかもやってないですし、そこまで、なんですかね、私の人生めちゃくちゃにされる、言うたら言われなんかないはずなんですよ。で、まあ、それが、言うたら見られないようになるまでは、ちょっと動画の投稿は、まあ、控えたいなと。まあ、せっかく見てくれてる方もいらっしゃるの知ってるんで、で、まあ、それをするのはちょっと忍びないんですけども、自分の身を守るためだというところで、ちょっと控えたいなと思ってます。恨むなら、アンチの方を恨んでいただければなと思ってます。私も、まあ、食べ続けないといけないですし、で、まあ、私個人に攻撃する分にはいいんですけど、その会社とか家族とかを攻撃対象にするっていうのは、ちょっといかがなものかというところもありますし、私自身、その、なんですかね、まあ、弁護士使って開示請求してっていうところまではするつもりもないんですけども、まあ、言うて、まあ、会社監視チャンネルで、そんな形で炎上してたらやっぱりよろしくないというところだと思うので、まあ、それに気を取られるぐらいならですね、私はちょっと別のことでちょっと今力入れようと思っていることがあるので、まあ、それはちょっと動画にはしないでおこうかなと思ってます。今回のこともあるので。私は私でちょっとやることを作ってですね、地道に経験を積んでいければなというふうには思ってます。まあ、せっかくね、まあ、7月以降も、まあ、それバッド評価多い中でもですね、やり取りできている方もいたので、まあ、投稿本数減らすとかはすごい忍びないんですけども、ちょっと私の、命に関わる話なので、ちょっとまあ、ご了承を願いたいなというところでございます。で、まあ私はちょっと別で動こうとしていることに関しては、ちょっとまあ、形になるまではですね、まああんまり言わんとこかなというところでございます。うん。そんなところですね。まあ誕生日なんですけど、そんないまいち、テンションも上がらん、ような形でですね、まあいろいろお話してますけれども、まあ、なんていうんですかね、まあ、仕方がないな、というところでございます。で、ここ2本だけね、一応動画投稿を上げてるというか、非表示にしてない動画があるんですけども、その再生回数を見てると、めっちゃ見られてるやんっていうような感じにはなるんですね。500回以上多分回ってるんですよ。どっちもそんな大した話してないのに。で、
でも、登録者数が全然増えないんで、こうなんじゃこりゃみたいな感じにはちょっと思ってるんですけども、まあ、わからんです。アンチの方がバチバチ押して、バチバチバット評価押してるのかどうかもわかんないですけども、まあ、ちょっと私はその高評価低評価見ないようにしてるんで、まあ、ようわからんのですけども、なんだろうな。まあ、だから、登録者が増えて、で、アンチが少なくなってきて、言うたら、まあ、コメントが荒れなくなればですね、私も復帰できるんですけども、もうそうでなくて、私を誹謗中傷したりとかですね、まあ、なんか掲示板に書き込んだりとか、ありもないことを書いたりとかっていうことをされると、なんか私の名前と会社がなんかもう出ているみたいなことをね、言われたりとかしてると、私もちょっと自分の身を守るためになんかしないといけなかったりとか、なるので、せっかく、なんていうんですかね、見ていただいている方には悪いんですけども、その、まあ、一部の人が、そういうことをしているところでですね、私はちょっと、戦う気もないですし、もう戦う気力もなくなったんで、うん、まあ、このぐらいでお話はやめとこうと思います。以上です。